さあここからは私立フォレスト、私カエルがお届けいたします。今日は大好評タマスタ通信特別編でございます、はい、ね、私立フォレでよく二軍の球場本拠地、はい、タマスタ地区号ご紹介しますけども、ね、皆さんタマスタ行ったことありますか。すいません。でしょうでしょう、そうでしょう、ね、タマスタでどんなことができるのか、何があるのか、はい、ここでたっぷりお伝えいたしましょう、はい、私 DJ7 年やっておりますので、うん、しっかりと推しポイントに分けてご紹介します。今日からあんたもタマスタマスター。そうだタマスタ行こう。タマスタまだ行ったことないの。タマスタの楽しみ方、タマホームスタジアム筑後にやってきております。ホークスファンの皆さんもなかなか来たことがないんじゃないかなという場所、素晴らしい場所なんだぞというのを私がお伝えいたしましょう。どこよ。スタジアム DJ 歴7年、私カイラプレゼンツ、あなたもきっと行きたくなるタマスタ筑後の推しポイント、まずはファンの声を聞いてみましょう。じゃあどんどんね、大不安なんですよ。選手とほら直にはおしゃべりだし、距離が近いんだね。そしてカエラ君おるんやけ。推しポイント、まず一つ目は選手との距離がやばい。バットを抱えながらサインをする選手やコーチ。球場と屋内練習場の間にあるこの通路はファンと選手がこの近さなんですね。タマスタではこれが日常の風景なんです。まさきともや推し、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、今だ、今のタイミングだ、ごめんなさい、完全に俺が邪魔してる。まさきくんサインください、朝作ってきたので。優しい、ちょっと待って、ちょっと待って、大事なのもいます、ね、大事なのも欲しいですね。それはまさくせっかくだから。さらに、まさき選手は自撮りツーショットまでしてあげる神対応。すごいね。タマスタのいいところはこういうところです。これは沼りますよ。そして推しポイント2つ目、選手と同じ釜の飯。どういうことかというと、そういう使い方するの。さあお次はタマスタならではのグルメ、もうドームではありえない、ここだけでしかないものがタマスタにはあるんですよ。タマスタ人気ナンバーワン、ホークス選手サロンカレー。こちらのカレーはタマスタ筑後限定メニュー、なんとなんと若鷹寮で選手が実際に食べているものと全く同じカレーなんです、そのレシピは筑後にファームが移転した2016年からずっと一緒なんで、あの選手もあの選手もこのカレーを食べて一軍へと羽ばたいていったわけなんですね。まさに同じ釜の飯ならぬ同じ鍋のカレー。そのお味は全然うまくない。いやこれなんですよ、めっちゃコクあるんですよ。意外とピリッとしてる、スパイシーな感じもちゃんと感じることができるっていうね。斉田さんもそれ食ったら一軍上がれそうですか。ちょっとあのフラッシュさんに確認するわ。そこもあれだ。まあ、いつか僕もみずほペイペイドームへということで気を取り直していきましょう。3つ目は超かわいいあの子。こちらは筑後で育っているイヒネ選手からのご紹介です。すいません、どうぞ。かっこいいな。ミスター DJ、 ミスター DJ って呼ばれてるんだ。タマスタといえばひなまる。おひなまるを見にタマスタ、ひなまるを見にタマスタに来る、そういうことです。なるほど、なんか癖になるんですよ、ひなまるのあの感じが。はい、皆さんご存知でしょうか、タマスタにはタマスタのマスコットキャラクターがいるんです。その名はひなまる。その愛くるしいフォルムから常連の皆さんからは大人気、時にはひなまるバルーンまで登場しちゃうんです。そんなひなまるグッズが店頭で買えるのはここ筑後だけ。これを持っていると若鷹を愛すタマスタファンだということは一目瞭然。そしてそしてグッズに関してはもう一つ、1回1000円で行えるガラポン大抽選会、ハズレなしでご覧のような景品がもらえるんですね。一番これですね、何これ。中村晃選手顔ハンガー、こうやってこう中村晃選手のハンガーに入れることによって、わ、家に晃がいる。これハンガーは販売をしてます。まあ、してないです。してない、はい、世界できるんだ。そう、今では買うことができないレアグッズが多数あり、早いもん勝ちです。筑後に急げ。そしていよいよ4つ目、試合前にフィールドで
や本当にね、いろんな楽しみ方があるんですけど、一番見せたいのはこれ、当日参加型イベント大縄跳び。どういう意味だっつ話ですよね。全然野球関係ないですよ。どういうことか、そういうことなんです。試合当日に先ほどのホワイトボードで希望者を募り、ゲーム直前のフィールドに入って大縄跳びができるんです。今回は大縄参加6回目という大ベテランの男の子を含む4人のお客さんと担当ディレクターで飛んできました。緊張してる？テレビの方なるべじゃなくてね、対戦相手ドラゴンズの選手も素振りをする中で大縄跳び、ノーカットでどうぞ。よーい、スタート。本当に試合前やるんだ。本当に試合前。25回いけるんじゃないですか。いいよ。足引っ張ってないですよ。くるった。最近ちょっと重めなんだけど。いいよ。いいですよ。頑張って。いいよ。頑張って。記録出るかも。来い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 、大丈夫、すごい、バンドの転び方応援したくなるでしょう。21回大健闘、この体験は紛れもなくプライスレス。大人がギリギリ倒れないレベルの大運動、ハマスタで皆さんもいかがでしょうか。いや楽しそう、ちょっと行ってみたくなりますね。でしょでしょ、ね、いやいろんなのがありますね、野球以外の。野球以外にも楽しめるんですよ、まさにもう試合直前のフィールドですからね、うん、応援前のアップになるわけですね。そうそう、大きな声が出るわけですよ、こんな近くで写真を撮ってくれたりする、これたまらないですね。こんな体験もできるんですが、なんと当日券は割と残ってるんですよ、なのでフラッと行ってフラッと試合を見ることができる、素晴らしい体験ができます。ぜひ皆さんタマスタに遊びに来てください、そしてそんなタマスタから巣立っていきました今日、柳町選手と広瀬選手の慶応三兄弟、長男三男が一軍合流ということ で、 そうですか。今日なんと広瀬選手、スタメンということなんです。今日の試合どうなっているでしょうか。来い、まだ全然だ、進んでいるということです。広瀬選手、3回まで終わりました、さあ今日こそ勝ってね、連敗をストップ、ということでございます。今日から交流戦、大事な試合が続いていきます。皆さん一緒に応援しましょう。